はい、フェイジョアの袋掛けとかね、そういったものについてちょっとこうなんじゃないかなとか、そういうふうにね思ったことがありますので、そちらをねご紹介したいかなと思います。まだね確信が持てなかったり、絶対こうだよとかね、これおすすめしますっていう話ではないんですけども、袋掛けやってみてこんなことを思ったよとかっていうね、そういったね粗い情報なので、まあ参考程度にね聞いていただければいいのかなと思います。フェイジョアの袋掛けを麻の袋でやったんですけども、麻の袋は、繰り返し使うことができますね。結構丈夫でコスパがいいですね。最初はちょっと高いですけども、何回も繰り返し使えるっていうのはねかなりいいかなと思います。あとは自然素材っていうのもね安心できる点かなと思います。そしてフェイジョアの袋掛けをやってみて思ったことはですね、袋を掛けるっていうことよりも、果実がなっている枝を糸で吊るすっていうことがね大事かなと思います。フェイジョアの果実そのものを袋掛けして、その袋自体を吊るしてしまうと、果実の枝に負荷がかかりすぎてしまって、果実がね取れてしまうこともありましたし、落下した時にね枝が跳ねてしまいますので、良くないなと思います。なのでただ袋掛けするんじゃなくて、果実がなっている枝をまず吊るしてあげて、その吊るした枝についている果実に対して袋をかけて、その袋をまた別な糸で吊るすっていう2段階のね工程を取る必要があるかなと思います。よくねマンゴーの袋掛け、玉吊りとか言うんですけどね、そういったものに近いかなと思います。はい、そういったことが大事かなと思います。そしてですね、袋掛けをした時の吊るす紐ですかね、吊るす紐は結構いろいろ使ってみたんですけども、綿紐っていうのがね結構使いやすいかなと思いました。料理とかでチャーシュー作る時の縛る紐みたいなやつです。ホームセンターなどでね売っててね、結構長くて細くてね丈夫なんで使いやすかったです。細さはね一番細いものがねいいかなと思います。太いと縛りにくいんで使いにくいです。そして麻の袋なんですけど、この麻の袋を柿渋でね染めてみました。なんで染めたかっていうと、袋掛けした時期が分かりやすいように、8月と9月をね分けるために、9月に袋掛けするものには柿渋で染めてみました。まあ分かればね何でもよかったんですけど、ちょっとかっこいいかなと思ったのと、やっぱ天然素材っていうことですよね。そして防虫効果とかね、そういったものもあるかなと思って柿渋で染めてみました。かなりね雰囲気はいいかなと思います。そしてですね、麻の袋で袋掛けをしたんですけども、結構ね思った以上に光を通しました。なので袋をかけていても、袋掛けしてない時と同じぐらいね果実の色づきっていうのはあまり変わらなかったです。たまに袋がここにね、なんていうか重なって折れて重なったりとかしてね、光を通しにくくなっている部分、そういったところはなんというか色づきがね淡かったりしています。私としてはですね、もっと果実にね光を当てないで試してみたかったなと思うんですよね。もっと光を遮断してみたかったんですよ。果実にね光をあまり当てないことで褐色部分が増えるんじゃないかなとかっていう風にねちょっと考えているので、袋のね光を通さないようにねして、ちょっともう少し実験してみたいかなと思います。そういう意味でも柿渋で染めてみたのはねいいのかなと思います。そしてですね、袋掛けをしたフェイジョアっていうのはブルームがね落ちてしまいます。ブルームっていうのは果実を守るために果実自身が出すロウのような物質なんですけど、そういったねブルームがつきません。まあついてるのかもしれないんですけど、袋で擦れたりしてね落ちてしまうことが多いようです。ブルームがねしっかりついてた方が私としてはなんていうか美味しそうに見えるんですけどね。はい。そして袋掛けのポイントとして、袋の首の部分、軸があってフェイジョアが吊る下がってるんですけど、その軸の部分をあまり締め付けすぎないように袋をね閉じるのが良さそうです。そして、袋掛けをした果実が、何個かね落ちてしまっていました。これは袋掛けが悪影響を及ぼしたのか、それともねもともと生理落下するものの中にたまたま、袋掛けしたものがあったのかもしれないので、一概には言えないんですけども、まあ、袋掛けしたことによって、まあ、湿度とかが上がってしまって環境が悪くなって落ちてしまったのかもしれないですね。ちょっとその辺はわからないです。
そういったこともあって、フクロウカケの時期っていうのは、9月の下旬頃がね、いいんじゃないかなと思います。夏の、強い雨が収まって、秋雨もね、落ち着いた頃ですかね、その頃が一番いいんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。うん、はい。他にはそうですね、このフクロウカケの作業は、フェイジュアの木の内側だとかなりやりづらいです。私のフェイジュアの栽培の仕方は、フェイジュアはね、枝葉をいっぱいつけてこんもりとさせる樹形を目指してるんですけども、その樹形ですと内側についた果実っていうのは、手が届くギリギリだったり枝がいっぱい伸びてたりとかしてね、かなり作業がしづらかったです。なので樹形を変えた方がいいのか、もしくは、内側の袋掛けは我慢するかとかですね、ちょっといろいろ工夫しなきゃいけない点が多いかなと思います。内側の袋掛けはかなりねやりづらいかなと思います。そういった面でもね、袋掛けっていう作業はねかなり大変ですね。はい。あ、そうそうそうですね。で、フェイジュアの果実を吊るすために、吊るす場所が必要なんですよね。今の私のフェイジュアの支柱っていうのは、フェイジュアが、風に揺られないために立てている支柱が支柱なんですよね。なので今その風揺れ防止のための支柱なんですよね。その支柱に対してフェイジュアの木を吊るしたり果実を吊るしているので、ちょっとね無理があるんですよね。なのでマンゴーのハウスだったりとか、トマトのビニールハウスのように真上から糸を垂らしてですね、果実を吊るせるようにすると、より作業もしやすくなるし、果実に対してもねいい影響があるんじゃないかなっていうのを考えています。今現状どうしてもね、果実を真上に吊るすことができないので斜めに吊るしちゃってるんですよ。なので果実が落下した時にブランコというんですかね、振り子というか、そういう風になってしまうことがあると思うんですよね。枝に引っかかるんでそこまでではないと思うんですけど、振り子のようになって、枝とかにね当たってしまうんじゃないかなっていうのがあるので、果実を真上から吊るせるように地面と平行な棚じゃないですけどもね、吊るすような棚というか支柱というかね、そういったものを作れたらいいなと思っていて、今後の課題ですね。袋掛けについて今ちょっとね思ったことはそのぐらいでしょうかね。あと少し栽培について最近思ったことなんですけども、フェイジュアっていう木は、他の木もそうかもしれないんですけども、南側がすごくよく成長します。こちらの圃場というかね、フェイジュア園では、あっち側が北側でこっち側が南なんですけど、こちら側の枝葉がどんどん伸びてくるんですよね。なので北と南で比べたときは南の方がボリュームがすごく出るんですね。で、果実の方もですね、ぐるっと見回りすると南側についている果実の方が、よりね大きな実がたくさんついている傾向にあるかなと思います。そういった意味でも南側の花を残したりとか、南側の花を重点的に人工授粉したりするのが良いのかもしれないですね。はい。あと、なんで南側がいいかってことを考えれば、やっぱり日当たりがいいってことだと思うんですよ。なのでやっぱり木全体にね光がたくさんまんべんなく当たるような工夫をするとよりフェイジュアにいいのかなっていうのが思いますよね。パッと思いつくもので言うと、シルバーシートっていうやつですよね。よくさくらんぼ農家さんですね、さくらんぼ農家さんなんかは結構よくね木の周りにシルバーシートをね敷いてるんですよね。で、そのシルバーシートに太陽の光反射させて光合成をねよりたくさんさせるっていうことをねしてますよね。これをねフェイジュアにしてもいいのかなっていう気はします。ですけども逆に、光が強くなりすぎてしまって温度が高くなってしまって障害が出てしまうっていう可能性もありますよね。なのでいきなりやるっていうよりは、実験をしてやってみたいかなっていうところですよね。なのでシルバーシートもね試しにやってみたいかなっていう気はありますね。全面するのか、それとも光の当たりが弱い北側だけするのかとかね、そういうのも考えながらですよね。そういう意味でもやっぱり光合成っていうのがねすごく大事になってきますよね。光合成をやっぱり活発にさせる要素としてやっぱり光、そして水で二酸化炭素ですよね。やっぱり水っていうことで言うとやっぱり根っこですよね。なのでサークリングしないような
植え付けをしっかりするっていうこと、そして CO2 っていうのも、まあ、二酸化炭素ですよね。二酸化炭素は、まあ、多くできないじゃないかっていうふうに思うかもしれないですけど、できる方法はあるんですよね。まあ、例えばビニールハウスだったら二酸化炭素発生装置とか、あとは有機物をたくさん入れたりとかして、分解させて二酸化炭素を発生させる、そして CO2 濃度を高くするっていう方法もあるんですよね。そういう意味でも、まあ、ハウスっていうのは面白いですよね。まあ、ハウスじゃなくても少し囲んでみるとかね、そういうのもいいかもしれないです。この CO2 濃度を結構上げるっていうのは大事で、フェイジョアの挿し木って難しいんですけど、フェイジョアの挿し木の成功率を格段に上げる方法として、 CO2 濃度を上げるっていう方法があるんですよね。なかなかね、一般の私たちでは厳しいかもしれないんですけど、栽培の研究する施設なんかではね、結構使われてるらしくて、湿度を 90% 以上に保って、 CO2 濃度何パーセントだったかな、忘れちゃったんですけど、結構高めにすると、フェイジョアのね、挿し木の成功率が、まあ、80% とか 90% に上がるっていうデータというかね、そういったものもありますので、CO2 濃度っていうのはちょっとね、上げてみたいなとは思いますね。あとはそうですね、フェイジョア植える時の用土ですね。鹿沼土が結構いいんじゃないかなって最近思ってますね。ピートモスもいいんですけど、ピートモスは有機物ですので、何年かするとね、消費されてしまいますので、まあ、鹿沼土でしたらね、なくなりませんので、基本に混ぜる土として、鹿沼土はいいんじゃないかなと思います。鹿沼土は pH が低いので、フェイジョアを植え付けるときにはね、役に立つんじゃないかなっていうふうに思います。はい、このぐらいですかね。最近私がフェイジョア育ててちょっと思ったことです。まあ、正しいか正しくないかはわからないですけども、そんなことを思ったよっていうところですね。はい、じゃあ以上になります。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ナオトでした。バイバーイ。